MAR-290 は、イスラエル国防軍が1980年代から1990年代頃にかけて運用した自走式の多連装ロケット砲である。スーパーシャーマン、またはセンチュリオンの車体に 290mm ロケット弾の4連装ランチャーを搭載したもので、1982年のガリラヤの平和作戦で使用された。 イスラエル軍は1967年の第三次中東戦争でエジプト軍やシリア軍からソ連製の 240mm 自走12連装ロケット砲である BM-24 を露格しておりこの発射機を36連装化したものをスーパーシャーマンの車体に搭載した MAR-240 を開発し1973年の第四次中東戦争で運用した MAR-240 は効果的な兵器であったが、射程距離が約 11km 程度とやや短かったため、イスラエル軍では早い段階からより長い22から 25km 程度の射程距離を持った 290mm ロケット弾の開発を始めていた。開発は BM-24 を入手した直後の1968年に始まり、 1970年代に MAR-290 として実用化され、1982年のガリラヤの平和作戦で実戦投入された。MAR はミディアムアーティレリーロケット、中型ロケット砲の意味である。開発は MAR-240 と並行する形で、同じくイスラエルミリタリーインダストリーズにより行われている。 スーパーシャーマンに搭載された発射機の構造は MAR-240 と類似した金属棒を組み合わせた簡便な構造のもので同様の油圧式旋回不要格調整機構を持つ車体部分には大掛かりな改造が行われていない点も MAR-240 と同じである車体前方の車載基準のマウントもそのまま残されているがその前に 砲兵用の足場が装着されているため、実際に使用できるのかは不明である。MAR-240 のロケット砲弾は、BM-24 の砲弾をコピーしたもので、種類にもよるが重量が約 100kg 前後、砲弾の長さが 1m から 1.5m 程度というサイズであったのに対し、MAR-290 のロケット弾は、 長さ5.45メートル、重量600キログラムという巨大なものになり、人力での再装填には45分もかかるという、白物であった。これら、スーパーシャーマン車体に搭載された、MAR-240、MAR-290 を指して、シャーマン MRL と表現される例もある。MRL は、マルティップルロケットランチャー、多連装ロケット砲の意味である。 スーパーシャーマン車体の MAR-290 は現在、イスラエルのラトルン戦車博物館及び、イスラエル砲兵隊博物館に実写が展示されている。MAR-290 には、スーパーシャーマンの車体に仮装されたもののほか、より大型のセンチュリオン戦車の車体を使用したものも開発されており、こちらもイスラエル砲兵隊博物館に実物が展示されている。 ショットカル車体の MAR-290 の発射機はトラス構造からパイプ状の構造に変更されており、より重量は増しているものとみられる。またロケット弾の射程距離が 40km 程度にまで延伸されている。車体の方はスーパーシャーマン車体のものと同様に、元の戦車型のショットカルからの大きな変更はなされていない。こちらも製造数などは不明である。 現在では、スーパーシャーマン車体、ショットカル車体も含めて、MAR-290 は、アメリカ製の M270 メナテス、MLRS によって更新されている。ウィキメディアコモンズには、MAR-290 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。